18年前に神戸市立の男子児童が同級生らから50万円以上を脅し取られるなどしたいじめ問題をめぐっては、第三者委員会が今月11日に調査結果をまとめ、神戸市教育委員会が学校作成の調査記録を隠蔽し、市議会でも虚偽答弁を重ねた非常に悪質な行為と認定しています。一方、教育委員会は調査記録を故意に隠蔽していないと主張していましたが、文書の存在も知りながら、公文書扱いをしなかったということは、僕は教育委員会が明らかにこの報告書を隠していた、隠蔽していたというふうに取られても仕方がないと思うんです。その辺はいかがでしょうか。本来開示をすべき公文書を開示をしなかったという取り扱いは、隠蔽であるというご批判をいただいても仕方のない、不適切な対応であったと。被害児童側は教育長らに直接説明するよう求めています。